EPM3 パーセク多少マシにはなった。アドバンスドウォーフェアには三大ネタ武器というものがあり、 EPM はそれの代表といえるものだ。足は遅いし構えるのは遅い。8発くらい連射するとすぐオーバーヒートを起こすし、派手な弾道エフェクトを見られると位置がバレる。敵を倒すのに3発は要し、マズルフラッシュが眩しくて敵を見失うし、エネルギー兵器なので壁貫通もない。唯一この武器の利点を挙げるとすれば、こんなネタ武器に倒されたという屈辱で相手を煽れるというところぐらいだろう。ネタ武器というのは相手をバカにするためにあるのだ。EPM3 パーセクは射程がプラス3されていて最大の20になっているが、もともと EPM は遠距離でもダメージが落ちないという特性を持っているので本当にこれは意味がない。さらにヒートシンクやクイックドローグリップをつけることができず、乗せられるのはサイト系アタッチメントのみである。ただでさえ弱点が多いのにそれを補えないということは、スレッジハンマーによるネタ煽り縛りプレイ用に使ってくださいというおぼし飯なのだろうか。いや、そうとしか思えない。今回の撮影は非常に難航した。これは奇跡の一試合と言えるだろう。フレンドに EPM はどうかと聞くと、ですよりキルが上回ることはほぼないという。セミオート銃は使い手をまずふるいにかける。なんとか食らいついた人にガチ戦で EPM を使いますかと聞くと、誰もいないんじゃないかな。ブラックオプス2では SMR や KSG など変な銃を好んで使っていた私も、これはちょっと、と思うほどだ。全距離3発という特性を持ちでポテンシャルは高いということは知っていたが、実際にこれを使うとなると、パークとアビリティの補助だけでなく立ち回りの大幅見直し、もとい強制が必要だとは思っていた。強みはあるが強くはない、そういう立ち位置のネタ武器というイメージだ。しかし EPM はネタ武器ではないと異論を唱える者が現れた。先日のフレンド募集に乗っかってくれた一人だ。彼はあらゆる武器の最大有効射程や距離と命中部位を含めたキルまでにかかる必要弾数、異なる武器を持つ両者が同時に撃ち合うとどちらが勝つかなど、多くのデータをもとに検証し、その結果をエクセルにまとめて全ての武器に優位性があると唱える、いわゆるガチな方の検証勢だ。彼曰く EPM はどの部位に命中しどれだけ遠くても3発で仕留められる。彼が一押しする300キル報酬の EPM3 エクスターミネーターに至っては威力が上がっているので、ヘッドショットを一発でも当てるとどれだけ遠くても2発でキルできるという。ヘッドショットを当てさえすればほとんどの武器との打ち合いに勝つことができると、プライベートマッチで俺をボコボコにしながら語ってくれた。確かにアップデートで EPM とマーク14のリコイルは小さくなって扱いやすくはなったけど、 EPM は EPM のままだと思うのだよ。ネタ武器がマシな武器になったってぐらいの印象なのよ。なんとか300キルを達成し、噂のエクスターミネーターを出して使ってみたが、感想は変わらなかった。そりゃデフォルトよりは強いが、これはどうしようもなく EPM だ。どんな武器にでも使い込んだ人間にしか思いつかない一種の悟りのようなものがある。アサルトライフルやサブマシンガンなどで5発も当てたのに倒せなかったと歯がゆい思いをしたことがあるだろう。EPM だとどんな距離でも1、2、3で倒せるので、2発当てたら追撃し、1発だけなら諦めるといった感覚に頼らない機械的な意思決定が素早くできると思った。それともう一つ、どの部位に当たっても3発で倒せるので、例えばアサルトライフルでは狙いにくいような足のつま先だけ出ている敵に対しても3発で倒せるということを添えておこう。その点においては EPM だけにしかない優位性があるというものだろうか。これは EPM の良さを何とか見出そうと悩む俺に協力してくれたフレンドたちのおかげで出てきたものだ。メリットよりもデメリットが多い、そんな色物が好きな人にとってはうってつけだろう。しかしこれを使いこなせる上級者ならば、ロマンと強さを両方手に入れることができるという結論に至った。フレンド募集を開始してからこの1週間はとにかく濃かった。本当にいろんな人がいるんだなぁとしみじみ思った。あらゆる武器の性能をエクセルにまとめちゃう自覚のないガチ勢、深夜から5時間にわたり話し合える同年代、やたら懐っこいティーンズ、女性 FPS 配信者、前回の動画を投稿してから現在までに、それまでは20人前後だったフレンドが一気に120人まで増え、正直なところ誰が誰やらって感じはする。まだ全員というか一部の人としか遊べてないという現状が本当に申し訳ない。たまたま都合があって私と VC をした人は、まさか一緒に遊べるとは思っていなかったと言ってくれる。疑問に思った。ネットを通じて知り合った仲であり、そこには動画を投稿しているか否かの違いしかないというのに、どうしてそんな感想になるのかと。
聞くと、多くの配信者はフレンド申請を断っている、またはそれらしいことを明記していないらしい。そしてそのフォロワーもフレンドを送るのを自粛しているという。動画投稿者と実際に遊べるのは期待1割、諦め9割だそうだ。そりゃなんだろう、中堅以上の人気実況者ともなれば望み薄になってしまうのもわかる気がする。かつては自分も一人の視聴者だった。大好きな実況者と一緒に遊べたらなぁと思っていた。私は投稿者である前に一人のプレイヤーである。動画投稿は好きでやっていることで、有名になりたい、人気者になりたいというのはまああるにはあるが、それがメインではない。その時々の都合で動画投稿者を名乗ることはあるが、それは自分と相手の間に壁を作ってしまうことになりかねない。そんな壁があってはこちらとしても緊張してしまい、お互いのためにならないだろう。目的は楽しく遊ぶためだ。私にフレンドを送る際は動画投稿者というフィルターを通さないでほしい。プレイヤーがプレイヤーに送る、ただそれだけのことだ。すでにフレンド申請を送り認証されたけど、まだ一度も遊んでいない。一度招待を送ってそれっきりというのは、せっかくフレンドになったのにもったいない。どうか諦めずにアプローチ、メッセージを送ってほしい。すべてに反応できるというわけではないが、何度もメッセージを送って俺の罪悪感や自責の念を煽ってくれれば、案外 VC がかかってくるのはそう遠くはないはずだ。ガツガツ来いよってわけじゃないが、やっぱり無理だろうなって思うのはそれもそれで悲しいものだ。繰り返しになるが、俺は君たちと遊んでみたい。おそらく俺が認知していないところで、俺が遊んでいる部屋に乱入参戦してきた人もいると思う。それも大いに結構。遊び終わった後、事後報告的にメッセージを送ってくれても楽しいんじゃないかな。もちろんその逆で、俺がこっそり乱入することもある。その後の行動は君たちに委ねよう。気づかないふりをして続けるもよし。パーティーチャットをつないでエリート自慢や雑談に花開かせるのもよし。フルパーティーを組んで連携しながらアップリンクなんかも楽しそうだ。まあアップリンクぐらいしか活躍できないんだがな。一緒にやるときはよろしくやってくれ。それではご視聴ありがとうございました。フレンドばかり優秀なエリートを手に入れて発狂しかけな道後エースでした。